太古の昔、リーユエは正気に満ち魔にあふれていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟をまき散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は千人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは誤報のため殺生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、誤称に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の千秋夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、1人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ一人。そして彼の姿を覚えているのは、幸運閣に照らされる月明かりと敵家衆の笛吹きだけとなった。